全国の火災の原因で1位となっているのがタバコです。今年は例年に比べタバコによる火災が増えているとして、新潟市消防局が実験の様子を公開しました。火が出ました。ゴミ箱から突然上がった炎。この10分ほど前、ゴミ箱には火がついたタバコが入れられていました。これは新潟市消防局が公開したタバコ火災の実験です。例えばこちらは吸い殻がたまった灰皿に火がついたタバコを放置した場合、燃えた吸い殻の熱でガラス製の灰皿が割れてしまいました。もしこの火種がカーペットなど周辺のものに落ちれば火災につながります。全国で発生した火災の原因のうち最も多いのがタバコです。新潟市内でもタバコ火災は増加傾向にあり、去年1年間で14件発生、1人が亡くなっています。また今年に入っても先月までに9件発生していて、去年の同じ時期と比べて5件も多くなっています。タバコをゴミ箱などに捨てていたり、寝タバコや歩きタバコで火種が落ちて火災につながったケースがあるといいます。タバコ1本の火種は小さいんですけども、吸い殻が満タンに入った灰皿とかですね、あとは燃えやすいもの、そういったものにタバコの火種というものは着火しますので、1本でも、注意は必要かなと思います。タバコ火災は先に煙が上がることが多く、火災警報器の設置が重要だといいます。住宅用火災警報器を設置していることで早期発見につながることができますので、ぜひ住宅用火災警報器の設置もお願いしたいと思います。新潟市消防局は火災を防ぐために水を使い、しっかりとタバコの火を消してほしいと呼びかけています。